は、AB ライフのマリコです。今日は寝ながらできる骨盤矯正ヨガを紹介していきます。動きはとてもシンプルです。骨盤の左右の歪みを改善し、そして締めやすくしていくので、産後のダイエットなどにもおすすめです。ぜひ一緒に行ってみましょう。はい、それではまず仰向けに寝転がります。それでは、仰向けに転がったら、端のポーズから入っていきます。膝を立てて、手をね、まっすぐ下に伸ばした時に、中指と、かかとが触れるぐらいの位置です。足は、腰幅に広げましょう。もしくは、拳1個分ぐらいのスペースを空けておいても構いません。はい、じゃあまっすぐ呼吸で、お尻を上の方に高く持ち上げていきます。ここでしっかりとお尻を高い位置でお尻の穴をキュッと締めます。さあまずこのまま呼吸を続けていきましょう。お尻が下がってこないように気をつけていきます。顎は少し引いて首をまっすぐ固定していきましょう。はい。そしたらそのまま左右にね、この上のゴリゴリした骨盤の前側に骨があるんですが、このグリグリを左右で右左、右左交互に揺らしていきます。30回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。そしたら一旦お尻をゆっくり下ろしていきます。はあ、リラックスして、一旦落ち着かせていきましょう。はい。そしたらもう一度お尻を高い位置に持ち上げて、お尻の穴をキュッと締めて、両手を後ろで組みます。少し肩を中に引き寄せて、高い位置にお尻を突き上げていきましょう。はい、そのまま両方のかかとを持ち上げて、はい、さあそのままキープです。首はまっすぐ固定しておいてください。お尻ができるだけ下がらないように、30秒キープします。ゆったりとした呼吸を意識して行っていきましょう。さあ、かかと落ちてきてませんか？お尻の穴はキュッと締めたままです。はい、そしたらあと10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、でしょ。さあ、かかとを下ろして、手を外して、ゆっくり下ろしていきます。はい。さあ、リラックスして、ちょっと足も疲れたらブラブラ揺すってから。さあ、仰向けの合席のポーズです。足の裏と裏を合わせて、骨盤周りはリラックスしましょう。手下に自然と下ろしていきます。肩の力リラックスです。で、顎が上がりやすい人、しっかり首を引いて、首の後ろ側長く伸ばしておきましょう。さあ、骨盤のね、前をしっかり解放します。そのまま大きく息を吸って、このままお尻をキュッと持ち上げて。はい、そして吐く呼吸で、ストンと、一気に脱力、力を抜きます。この動作、繰り返しましょう。もう一度吸って、高く持ち上げて、はい、吐いて、ストン、はー、リラックス下ろします。さあ、ラストいきます。吸って上。はい、吐いて、脱力、ふー、ストン。はい。
さあ、足をリラックスして伸ばして、つま先中外中外、ゆらゆら揺すっていきます。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。寝ながら簡単にできる骨盤矯正ですので、またぜひ一緒に行ってみてください。今後もいろいろなエクササイズ動画を発信していきます。ご興味ある方は、チャンネル登録をお願いします。